はようございます。おはようございます。いやなんか今日カシンくんの配信見てた人いる？カシンくんの今日夜朝方の配信見てた人いる？見てた？いやなんかさまたうちの近くにいててさ、カシンくんがね、私ね今日早く起きたので、合流しようってカシンくんが言うからさ、なんか朝できることってなんだろうって思って、築地行こうかなって思ったの。朝の築地行こうと思ってさ、で今カシンくんいるんだけど、なんかうちに来た瞬間にさ、そう築地行きたいじゃん、今日築地配信の予定だったんで、だからでもなしになった。なんかうち来た瞬間なんか眠剤飲んだんだけど、カシンくん、うちに来た瞬間に眠剤飲んで寝てんだけど、意味わからん。中止だよ中止。ね、眠剤。え、だって築地行くのになんで眠剤飲むの？うちホテルじゃないんですけど。築地行く満々なんだけど、仮眠取るとは言ってたけど、眠剤飲んだらだって運転できないからね。何を考えてんの。どこで寝てるんて。何してんの。え、なんで眠剤飲んだのマジで。いつもの習慣で変な時間帯に寝て。え、違う、だから築地行くっていう流れだったじゃん、うん、なんで眠剤飲んだマジで。なんでだろう、こっちの方がいいと思って、打ち込んじゃったんだよ、水。だって水飲んだらもう車乗れないじゃん。そうやね、3時間ぐらいあれやね。え？ 3時間ぐらい。3時間ぐらい？そう、多分。3時間で運転できなくない？水飲んだら。多分ダメなんで。ダメでしょ、危ないっしょ。うん、いや、ごめんなさい、マジ。そう、なんで。3時間危険に決まってるよね。私も眠剤飲んだこと、眠剤飲んでたから。うわー、今日朝ラーメン、築地で朝ラーメンのやる気満々だったのに、朝ラーメンの気分だったのにさ。ごめんなさい。じゃあなんで飲んだのって。だって眠剤飲むのってさ、ね、寝るためじゃん。うん、眠くないから水やって飲むじゃん。なんだこれ。ギリギリまで耐えたんだけどね。うん。これ多分これやばいわと思ったからね。うん。その危険能力回避ってやつで水打ち込んじゃった。え、飲むときになんで言ってくれなかったの、しかも。眠剤飲むねとか言ったら止めるけどさ。てか普通にさ、眠くないって言ったじゃん、あんた。言ったね。うん。
嘘つきやん。嘘ついちゃった。なんで嘘つくんだよ。ごめんなさい。いやもう、え、カシンくん何時に飲んだの？お昼前には、うん、何時に飲んだんだよ。6時ぐらい。うん？6時ぐらい。うん。飲んだらさ、うん、なんか運転しちゃいけないっていうなんか規約あんのかな。規約というかルールというか、うん、明確にはないけど、うん、まあ、あの眠気には注意してくださいねみたいな感じで、あ、運転には気をつけてくださいっていうのがあるね。あるって書いてあるよ、うん、いや、まじ油断した。あれ、なんで眉がありえないの？いやいや、なんで眉がありえないの？意味がわからん。うん。運転させようとしてないし。いや、普通にあの、カシンくんから誘ってきたんだよ。そう、築地行こうって、築地行こうって提案したの前だけど、え、じゃあどうしようかなって思って、朝ってなんかやることあるかなって築地を提案したの前だけど、誘ってきたのカシンくんだよ。家の近くにいるって。家にいてダメだよって、マネージャーだから、カシンくんは。カシンくんマネージャーだからね。なんで飲むんだよ、意味がわからん。カレーです。めっちゃ美味しそう。は？めっちゃ美味しそう。あ、そう。なんで飲まないと寝れないの？俺いつもそうだね。うん。なんか癖、まあ癖というか。うん。大体いつもそうだね。大体寝る前に。うん、だんだん眠くなってくるんやけど、知らなかった。水飲んでるよ。よし行くかっていう瞬間に水飲んだから無理って入って、ごめんなさいって。え、だってさ、うん、今日築地行くっていうことで合流したよね。うん、作りたかったなと思う。どういうこと？ここで寝かしてもらうの。前さん家のお家で一回寝たかったんだ。
もうそれマネージャーじゃないじゃん。マネージャー失格じゃん、それ。ごめんなさい。まあでもでか、まあ中止だね、築地は。だって飲んじゃったから。名前はいつも家臣くんと給料つうか、まあ、ガソリンとパーキングとかで毎回会うたび3000円渡してる。でご飯とかは全部毎日かかるやつはね。でも別にそこはお互いが了承してるんだからそこは関係ないと思うけど、だって別に今日だってさ、今日だってっつうか提案してきたの家臣くんだからね。らしい。私がなんか良くなかったのかな。え、マジでなんで家臣くんだってさ、うん、朝出ようって言ってたじゃん、うん、朝ライ行こうって言ったじゃん、うん、なんで飲むの。みんなマジで、うんうん、おかしくない。疲れてきたっつーか、じゃあ今日6時間寝たってのも嘘だったってこと？え、寝たよ。6時間寝たのに十分じゃんね。うん、うん、間違って服用しちゃったの。まあ、間違ってとかないか、普通に。いや、違う。いつもだいたい朝ほら、僕だいたい5時ぐらい寝るじゃんね、多分ね。うん、あの配信終わって。うん。だったら、だって。ダメじゃん。うん。今日、普通にダメな日だったじゃん、朝からって。うん、いやネタとしてカシングを使ってるとかないよ。うん、完全事故っすね。これこんなこと言うのもあれなんですけど、事故っていうか事故じゃないだろう。だって自分で飲んでんだから。もうちょっとな、広告連絡相談ちょっともうちょい確認するべきだったね。え、ちなみに何の、あ、そういうことって言っていいのかな、何の薬飲んでるの。あ、ね、なんだっけこれ、エビリなんとかってやつ。エビリなんとか、わかんないわ、聞いたことないけど。強いのそれ。いや、そうだね、一般的に言うとそうだね、まあ、弱いよ。いや、止まらしてない、さっき合流したの、家臣くんと。うん、今日の朝家臣くんが配信しててでコメントしたらさ、今は近くにいるから来るって、会いに行っていいですかって。いや、いいよって言ったんだけど、それでも家臣くんがもう寝たしどうのこうのって言うから、え、じゃあ朝なんかやることあるかなって思って、ちょっと朝の築地行くかってなってこうなったんだよ。あの配信見てると知ってると思うよ、家臣くんの朝の配信。朝の配信見てる人知ってるよね、この流れね、うん、ついさっきだよ、うん、
それでくあの強いやつなの？うん、そこそこかな、でも思う。うん、大体、どうだね、でも3時間寝れればいいと思います。3時間寝れたら、でもそれでも重たいしよ、3時間で起きても体。まあ、あの、目がシャキのような大丈夫。でも危ないよね。うん、ごめんなさい、今やっちゃった。ごめんなさい、マユさん。まあ今日は築地中止だよな。睡眠薬じゃないの？精神安定剤とか？いや、睡眠薬やね。発達障害の薬って書いてある。うん、普通のうつのだよ。え？うつの。あ、だから精神薬だ。うん。あ、ミラーしないでください。運転ダメ。うん、人によっては、うん、うん、よくわかんない、その心理がわかんない。いやもうあれかな、まあ、いや晩になる、危ないからそれは行かないよ今日は。中止中止です、中止。中止だよ、行かないよ、危ないんだ、事故っちゃうかもしんないじゃん。カシン君、何、お腹減ったの？うん、じゃあ作ってあげるからさ、うん、それ食べて、うん、車で寝な。ちょっとだけ寝かして。いや、車で寝たらいいじゃん。リスナーさんも怒ってるよ。
だってマネージャーなのに今日企画で合流したのになんで水飲むんだよ。それでさ、私がじゃあ今いさせてさ、また水飲むかもしんないじゃん。ダメっていうことだよ、そんなの。ね。え？まあ、でも精神安定剤もね、眠くなる薬あるもんね。私もその飲んでって寝てたもんな。病院からもらってた精神安定剤、うん、せっかく家臣くんさ、いいマネージャーだねって言われてたのに。え、今日朝築地行く予定だった。で、野菜がそろそろ傷み始める頃だからブリシャブでも作ろうかなって思って、うん、うん、本当だよね。次も同じことしたら本当困るよ。いや、しないよ。あ、ホイホイちゃんもあるよ。いや、なんかあの企画でさ、今日朝来るってね、しかも家臣くんからね提案してきたのにさ、それで合流した瞬間民剤飲んだんだよ。それ知らなくってさ、で今はいね、三脚持ってつけるって言った瞬間にさ、実は民剤飲んじゃったと。でそれでほら、家臣くんとだから、あの家臣くんとね、あの配信始めようと思ったんで今。また家臣くんなんか作ってあげるから、うん、まあでも運転は危ないからさ、うん、ね、車で寝るしかないよ、もう。うん、完全に、もう完全ミスった。そうだよ、完全ミスったっつうかさ、いや分かってて飲んだっしょ絶対。うん、うん、いや家にあげちゃダメって。だってうちらあの仲間だからね、あのカップルとかでもないし、うん、行きたくなかったの本当は。いや、そういうわけじゃない。どういうわけじゃん。そういうわけじゃない。だって3時間で起きたとして危ないじゃん、そんな。その時ね、あの何もう すぐで行くのかなと思ったんだけど、うん、で勝手にで何マユさんあれ今日行かんのかなって思いながら、いや行くよ、行くって言ったじゃん、うん、でそれでちょっとなんか様子見て、うん、あれみたいな感じでつい飲んじゃった。いつも家に入れてたのって、いつも配信の時家臣くんいるじゃん、家臣くんとコラボする時。
がそのいつも飲んでるのであれば、この時間はダメだったじゃん。じゃあそもそもがさ、いや飲まなかったら全然大丈夫だったんだよ。だからなんじゃ、だから飲むのおかしいだろ。だからそれこそ僕のちょっと本当にミス、本当にお腹空いたの？空いてるよ、だって昨日のアメリカの食べてないもん。付き合ってないよ。あれちょっと待って、もう一個消して、しょぼしょぼやな、なさ台本じゃないよ。今日行く気満々だった、築地あさら。いや、ナスと豚バラ炒めたやつ、カシン、あ、ありがとう。いや、なんかあら、何考えてんの、さすがに何もお腹減ってんでしょ。
え、うちに来たらお腹空かして帰らせることはできないんだよ。まあ、お母さんだから誰でも。それ食べて車で寝な、カシンくん。お味噌汁いる？スープ飲む？お味噌汁がいいの？うん。まあ、じゃあ家臣くん築地次回ね。うん。で朝は無理なんだね多分ね。いや行ける。いや無理してるってことやろ。だって朝の5時にいつも飲んでる食薬を。いや違う、今日に関しては。あぶーちゃんおはよう。ちょっと時間に関しては入ってみたいから。うん、今ねお味噌汁と。ナスと豚バラ焼き作る、うん、ふーちゃんさっき酔ってたね。築地は早めに行かないとさ、早いよね、閉まんのがね。また次回挑戦。これは だしだでも、あ、まあいいか。お味噌汁が好きだもんね。うん。醤油とこの。
だしね、赤だし。まだもうちょっとかな。もうちょっとか。お味噌汁の仕上げに、そう、前ね、日本酒とお醤油を多めに入れて、お味噌をちょっと薄めに作るのが味噌。いや、これね、リスナーさんがね、送ってくれたからね、これなくなるまでこれ。味噌汁に胡椒、したことない。そう、日本酒も入れてさ、美味しいよね。なんか褒められるよ、まいちゃんのお味噌汁美味しい。だしも入れて、寝てなよ。こう、なんかこれ名古屋って書いてある、これ名古屋。かしんくん、なんか総理がね、なんかかしんくんのことすごい気に入ってたみたいで、昨日配信終わった電話来たんだよ、総理から、ですごい気に入ってたみたいで、来月ね、あのかしんくんも旅行連れてってあげるって総理が言ってたんだよね、でもお泊まりじゃん、そうなるとね、お泊まりだけどさ、それは信用があったからね、いいかなって思ったけど、まだカシン君とお泊まりできないよ。総理はそう言ってくれたけど、まだまださ無理だな。いや、なんかされたわけじゃないけど、わかんないじゃん。もしかしたら眠剤飲んでなんかおかしくなった、わかんない、よくわかんないけど、隠れて、だって何も事前に言ってくんなかったしさ、信頼関係は大事だよ。まあだからお泊まりは無理だけど、日帰りだったらいいんじゃない。お泊まりってなるとさ、あれ、心配する人もいるだろうし。まあでもなんか家臣くんのことほんと気に入ってたな。なんか俺がお金払うから、あの家臣の車をあのクリーニングさせるって言ってたよ。まあその時酔ってたからね、シラフの時に言ってって言ったけど、マユはいつもガソリンちゃんと払って会うために、カシン君が無理やり来た時も私は毎回払ってんだよ。そういうのは別にちゃんとやってるから、でも言ってこないで、毎回毎回絶対言われるんだけど、そのケチじゃないからね。ご飯も作ってあげて、結構私優しいと思うんだけどな、自分で言っちゃうけどさ。
今日渡すわけないじゃん。今日は渡さないよ、当たり前に。じゃあコメントであったから。豚バラ炒めを作る。豚バラこれしかないけどいいのかな。一人前だからいっか。しんくんの朝ごはん、いや台本じゃないからね、悪いけど台本なわけないじゃん。だったら月切った方がさいい配信だわ。月切った方が間違いなく。月
じみちゃんおはよう。家臣くんがミスった。あ、また次回。砂糖、お酢、醤油だけ。美味しいよ。できた。完成。企画も考えられない。やっていることは男を使って仲良し仲良くの繰り返し、見てるやつ。それにじゃあなんでお前見てんのじゃん。巻物を送って、お前は真面目に、なんで見てんの朝から。朝ね、アンチコメしてる人ってうつ病だと思う。だって朝起きた瞬間って清々しいじゃん。うつ病なんだと思う。できたから起きて。カジンくん、ここで食べな。椅子座ってここで。みんなに謝ったら。できたよ、うん、できた。おう、そうだね。できたよ。すみません。あっちで食べな、はい、コメントを見て。危ないじゃん、やっぱ水飲んでフラフラして。絶対いけなかったわ。
や、ほんと今日すいません、マジで。うまっ。美味しい？うん。いや、でもまた次の機会行こうね、チャレンジ。マジで、すみません。カシン君帰ったら前も寝よ。すまんね。もうさ、うん、ないんよね、それしか。あれ足りなかったっしょ。いやいやいや、またか、あのねえ、お米大丈夫でした。お米ね、炊かないとないんだよ、うん、うん、もう、まあ、みんなのにもね。ラリってんじゃん。うん決まってるよね、なんか、目が。まあ、そう。記憶とかってさ、うん、あれ、なくなる？明日だったら。いや、あの、大丈夫、記憶は。うん。あうん、うまっ。そうだよね。うまっ。
ジで大丈夫？本当は3時間くらい寝た。うまっ。カシン君さ、うん、本当に家ある？あるよ。ありあり。え？ありあり。何？ありあり。うまっ。ちょっと少なかったかもね、カシンくん。いやいやいや、大丈夫よ、そんなね、うん、お気遣いしていただきありがとうございます。いやいやいや、さすがに悪い。さ、うん、寝てもいいけどさ、寝配信したらうちで、あ、いい、それだったらいいよ。あ、いいじゃん、寝配信する。うん、うん、すんません。でももうさ、うん、勝手に眠剤飲むのやめてね。わかりました。うん、どう、約束ね、もうそれ。わかった、そこはもう信頼関係壊しちゃうから。そうだよ、うん、せっかくの築地ラーメンが。全観光、まあ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 、そうそう捉えてられてもしょうがないよね。大丈夫ね、配信するから。うん、これみょうが？え？みょうが？みつが？みょうがこれさ。水菜。あ、水菜？うん、うめ。前も今日さ、うん、昼夜逆転が治
ったばっかだったからさ、うん、体がびっくりしてさ、うん、あの今日夜寝たんだけど、うん、いつもこの時間寝ないからって 3時間で起きちゃったんだよね。早っ。そうだから前もねあんま寝てないんだよ今日、うんうん、だからまあ築地行って寝ようかなって思ったけど、うん、まあちょっと寝て、うん、あちょっと味噌汁もらいます。飲まなくていいからね。うん、飲みたい。マジうまいから。あとさぁ、カシン君ね、もうちょっと太った方がいいよ。もう妖怪にしか見えないから。なんでよ、普通美味しそうじゃん、ご飯配信ってさ。うん、うまっ。なんか食パンとかないですよね。あ、足りない。うん、したらいいよ、あのうどんがある。あ、いや、じゃそこまで大丈夫だけど。あ、なお菓子はないよね。え、お菓子、お菓子ないよ。あ、なるほどね。まあ、大丈夫。ちょっと食べたいんでしょ。うん、うどん、いや、でも大丈夫かな、足りるわ。こっちだよ、足りる。なんかアイスクリームとかないですよね。ねえよ。どんだけズーズーしいんだよ。どんだけ。大丈夫、あのちゃんと寝配信するから、ちゃんとあのちゃんと、うん、4時間。まあ、あ、もしもし。でもゼリーだったらあったかも。あ、マジで。あ、いいね、ちょっと待って。うん、ごめんなさい。お菓子、お菓子はやっぱうちにはないんだよね。あ、ほんと食べない。でもなんかおかゆはあるよ、おかゆ。いや、おかゆはあれ、あれかな。おかゆじゃないよね。うん、あ、大丈夫、大丈夫。あ、海苔。あ、これあるよ。あ、楽しいお寿司屋さん。いや、これ作れば。え、これ何、お菓子。お菓子これなんかいつかの企画で作ろうと思ってたわ、これ。あ、ほんと。でも結構なんか大変そうやね、それ。なんか作るのね。確かに。ねえねえ、いいよいいよ、そう、お手数かけます。お手数かけるってよ、自分が作んで食べるんだったら。うん、何私に作らそうとしてんだよな。どんだけだよ、マジで。ちょっとどいて。ゼリーがどっかにあった。これ面白いとかじゃないから、俺がいけないの。そうだよ。うん、薬飲まなかったら今頃築地行ってたの。うん。俺築地行けたの今頃ラーメン食べてたの。うなぎ買って。なんてじゃないだろう。決め顔じゃないよ。ごめんねよ、ほんと、まゆさん。普通に、お菓子普通に、じゃあ、せめてさ、
ね、確認でさ、じゃあ何、じゃあこう今ね、じゃあ薬飲むねってまだ言えばいいじゃん、まだ。まあね、まあ言ったら、じゃあ家帰って薬飲んでねって言うけどね。だって絶対そしたらまたうちで寝るじゃん。あ、そうだね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 。だからそういう時は、来ようとしないで。あ、分かった、だって私呼んでないからね、家臣。俺が誘ったから。しかもなんなら断ってるよね、私2回ぐらい。もう夜遅いから朝だし寝てないんでしょみたいな感じで、いや、まやめてみたいな。いやー、マジ最近ね、てか気持ちかったね。でもまあ調子乗っちゃいけないと思ってるから。だけどこの間気持ちかったねって。え、気持ちかったですか今。いや美味しかったねって。気持ちよかったって言ってたじゃん今の。勘違いするからもう。あの人間化って言ってこの今のこの人物学に限ってですね、このね、人間、どう考えても人間でしょ。これがなんかさ、人間じゃなかったら俺何なの一体。ターミネーターなの。妖怪だよ。妖怪ウォッチってなの。あいさん、寝かしてもらって起きたら食器洗うわ。ヨーグルト食べない。ん、ヨーグルト、うん、食べる。あー、その中でもありがとうございますね、なんかね、僕のね、体を気遣ってくれてね、食べた方がいいよって。朝ごはんなんて何年ぶりだろう。いや、朝ごはんってか俺的にはもう夜ごはんか、これ注意逆転してんだ、家臣くんも。これそうだね、どっちかって言ったらそうだね、朝寝てって感じかな。今もう一撃。なんかその人に対してその貸すっていうのもちょっとおかしいんじゃないの、それちょっとさ。ねえ、確かに俺が悪いよ。どう考えても。マユさん悪くないよ。俺が悪いよ。俺が悪いけどさ。で、そこまでさ、そこで貸すとかって言う人ないんじゃない。じゃあ何、俺がじゃあ社会不適合者って言いたいのねえ。あ、ごちそうさまでした。いいよ、そこ行って。お味噌汁、これ起きたら飲む？飲む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 。もう全然これでいっぱい飲める、全部。うん、マジうまい。あ、やべ。あ、やべ。あれ、あれ、あ
ちゃんと綺麗にするんで。ビビビビ。ほんと前さん料理上手だね。見ないで近くから怖いから。上手だね。あんま近寄んないで。ありがとう。とこね、こういう方ね、本当にね、あの お嫁にしたいわ。あ、ちょっと待って、今ちょっと、ね、あのですね、これはですね、あの薬の効果でですね、ちょっとなんかあの普段隠してるそのね、あのちょっと気持ちをね、今ちょっとつい出ちゃいましたね。ちょっとだけどジャーマネだから、あ、ごめんね、ジャーマネだから。あ、こういう方とさ結婚したら幸せなんだろうな。 ありがとう。はいはい、で、で、で、ちょタバコ吸って、あの、寝配信しますね。ちょっとごめんって、まゆさん。換気扇、あの、紙タバコでしょ。違う、すいません、優しいね。必ず月1プラス今月ね、いろんな予定あると思うんで、必ず僕がまゆさんを必ず喧嘩したら俺のが強いんだよね。今さ見た、まあいいけど、あんま不適切な表現するとあれだけどさ、ドン、出てって。いや、ごめんなさい、嘘、ごめんなさい、すいません、ごめんなさい、調子乗りました。え、あのさ、まゆさん起きてたらさ、あのもし配信4時間に切れちゃったらさ、配信つけてもらってもいい？ああ、いいよ。うん、俺寝てたら、あのロック解除しとくから、うん、ごめんなさい。あ、延長チケットはね、あのちゃんと何もういっぱい買ってあるから、うん、あの4時間ちゃんと回るようになってる、うん、あ、もちろんその一応8時間だとしよう、万が一ね、うん、うん、8時間も寝ないと思うけど、うん、ごめんなさい。いや、多分まゆさんは多分その何なんていうのかな、俺の体調を心配してくれてるんだと思う。で、今日ほら、何今日今25度ぐらい行くらしいから、多分ね、本当はね、あれだけど、しゃんなしだと思う、多分。だから、うん、アラームかけて、うん、僕の携帯こっち置いとくわ。あ、オッケー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 。あ、そうだね、うん、じゃあそうすれば大丈夫だね、うん、あ、なんかタオルでいいんで、ちょ、借りてもいいですか？タオル？さすがに布団を借りるとまずいんで。ああ、そうそう、なんかちょっと上になんかブランケット的な。あ、いいよ。あの万が一ね、そう、寝てる配信の時にさ、もしなんかさね、何ちょっとなんかほら、寝てる時ってわかんないじゃん、自分でも寝てる時みたいだから、なんか刺激的に出てさ、それでさ万が一さ、何陰謀が万が一立っちゃったらさ、なんかちょっと絵的にまずいじゃん、これもう本当にバンになっちゃうじゃん、俺のアカウントがね。うん、そう、そう、朝立ち的なの。だからそこをちょっと隠したいから、うん、万が一ね、インポなんだけど、うん、
信くん自分の枠つけたらもう、うん、もうつけていいよ。分かった。その三脚私の使っていいから、うん、で、あのつけたら、うん、私配信切るから、うん、ごめんなさい。まあ、2回目もないもんね。絶対ない。あ、いいよ、だから。ねえ、これが250人それ関係なくね、それ今。たぬき1号さん、ああ、ドライブモード、今ドライブモードになっちゃったよ。ちょっと、うん、かしんくん、じゃあ私皆さん終わりますね。まあとりあえずかしんくんが、うん、まあ配信つけてね、配信するから、うん、あの安心してください。だからしね、みんなそっち監視してもらってもいいし、私はもう映んないけど、うん、だからみんなそっちなね、あの心配な人はそっち見てもらって、うん、家臣くん民剤飲んじゃったからさ。いやマジで、あの、うん、マジで飲んじゃったからね。そう、これそれ、三脚はめれんの、これ外した方がいいんじゃない。多分外した方がいいね、うん、じゃあ皆さん、またあのつけな、またつけるんで、あの築地はまた、うん、またリベンジします、リベンジします、近々朝築地。いや私も寝る、うん、マイさんも寝てないでしょ。まあね、まあ、ちょっとしか寝てないから、うん、まあ、どっちみち配信ね、うん、だから築地終わったら寝ようと思ってたんで、うん、まあ行かないし、まあ、寝るか。じゃあ皆さん、あのまたまたね、うん、すいませんでした、ごめんなさい、うん、じゃあね、みんな鳥を、あの、ま、家臣くんの枠ね、すいません、じゃあねー。